いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございます。おう。
おう。何？ああ。大きにな。花輪です。こちらはアジトに落ち着きました。小福町西にある女盛りというクラブの脇道を奥へ、金網に囲まれたドアがあります。あなたもそちらへおいで願いますか。鶴野はどうしてる。特に問題ありません。おとなしいものですよ。わかった。俺もそっちに向かう。いや、
あのね、せやね、せやな。ん？あんな？なに？せやね。ほんまに？任したわ。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございます。どうも。よろしく頼む。いや、何？
や。お願いします。
ああ。よろしく頼む。ああ。え？ちょっと。ああ？ふざけんの。いや。ああ。ああ。お？ええ。いや。何？
おい。何？何？
ああ、時間食っちまう。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございます。行くぜ。
おい。ええ。
いや。Ugh!
申し訳なかった。何？すまねえ。
上流、こちらへ。ああ、大道寺は蒼天堀にもこんなアジトか。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。するのもここにいるんだな。ええ、あちらの取調室に。別に手荒く扱ってはいません。もちろんこの先もずっとそうかといえば保証しかねますが。あれから何か聞き出したか。いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。しかし、いつ大阪に？あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。そう邪険にするな。あんたは保身が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。それで何か用があったのでは。主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花尾さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。主任ってのは大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと彼が上流だな。ええ、私の命を救ってくれました。とはいえ花輪君がピンチになったのは、元をたどればその人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように自分から死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し一生表に出ないという条件で我々と折り合った。約束は守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか、桐生さん。俺にどうしろってんだ。あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに今そこに身柄を押さえてある鶴野、その弟分獅子堂、そして花輪君をいたぶってくれた鶴野の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろう。全部で何人になる？何？25名です。お前らまさか皆殺しにする気か？もう一人、渡瀬勝も加える。殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ私もダチって組織の冷酷さんには怖くなる。しかしそいつに逆らったら次は自分の番だ。君も自分の身が可愛ければ誠意を見せないとな。桐生さん、お気持ちはわかりますが、ここは逆らわないでください。何？大きな組織です。
秩序を保つには常に掟が鉄の硬さを持つと示さねばなりません。あなたが約束を交わしたのはそういう相手です。もしそれを軽んじるような真似をすればペナルティを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね。キリュウさん、今度はあんたが取り調べよう。待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ、もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな、上流。これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです。残念ながら、あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか。上流、お前ら下がれ。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には海連合がうようよしてんだ。やっちまったな、上流。何やってる、鶴野、行け。この後はどうする気だったんです。あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ。あいつらに手出しはさせねえ。なら、あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。判断を誤りましたね。行くぜ。
これはどうです？そんなものですか。すぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか。もう手遅れです。私に
こんなことをさせるなんて。恨みますよ、桐生さん。すでに大道寺のエージェントが位置についています。沖縄の朝顔の前に今、子供と同じ数の人員が控えています。花は？もしもし、どちら様でしょうか。あの、もしもし、もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。皆さん手を振ってください。分かった、花は。連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意を見せてくれればすぐに分かるでしょう。私もこんなことしたくないんです。桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。本当に残念です、こんなことになって。なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。